10月14日から15日にかけて国民スポーツ大会の閉会式に出席するため、佐賀県を訪問された佳子さま。L14 日には、昼頃佐賀に到着されると、クライミングの競技会場で知事などの出迎えを受けられた。会場で佳子さまは、青年女子のボルダー競技をご観戦。選手に拍手でエールを送られていた。その後は有田町にある陶磁器文化館を訪問され、 第15代坂井田柿門から説明を受けながら有田焼の作品などを鑑賞された。この日の佳子さまは、真っ赤なワンピースに、ブラウンのバッグとパンプスを合わせられたシックな装い。アクセサリーは耳元に有田焼の美しいイヤリングをつけられており、赤いドレスに有田焼の特徴である白い地肌が引き立っていた。佳子さまは9月の鳥取ご訪問でも、 現地の工房で作られた寄木細工のアクセサリーを着用されていました。佳子さまは、姉の眞子さんが勤めていた日本工芸会の総裁を22年から務められていますが、総裁として日本各地の工芸品をアピールしていきたいとのお気持ちから身につけられているのではないでしょうか。実際に佳子さまのご着用の効果は絶大で、鳥取でつけられていたアクセサリーにはたくさんの注文が入ったそうです。 公室担当記者。